こんにちは。IAS インターネットアナウンサースクール講師の大竹です。今日2回目ということで、2回目は滑舌についてですね、お話ししていこうと思います。まず、滑舌っていうぐらいですから、舌の動きですよね。これがとっても大事。それから、あまり知られてないんですけれども、実は顎の動き、これも大切なんですね。まず、先にちょっと顎の動きの方からやってみたいと思いますけれども、顎、これ上下、細かくやることなんですね。だから、たでいきます。たた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 。これぐらい。もうちょっと早く。たた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 た。これぐらいの速さになるぐらいまで練習しましょう。なかなかスピードが上がらない人は、より多くですね、時間をとって練習した方がいいと思います。それから、滑舌の舌っていうのは、この舌っていうね、字を書きますけれども、舌の周りですよね。これがうまくいくかどうか。このあたりとってもね難しいのはラ行あるいは作業。作業はどっちかっていうと顎の動きも必要になります。で、舌の動きも必要になります。一番難しいのはラ行ですね。ラレリルレロラロ、ラレリルレロラロ、ラレリルレロラロ。これはちょっと難しいかもしれませんけれども、ラ行は今ぐらいのスピードで話すっていうことがね必要になってくると思いますね。ラレリルレロラロ、これ下の動きも随分ねパパパパパパっていかないと、ラレリルレロラロ、これはね言えないんですよね。だから特にね、別の動画でも話してますけれども、ラ行についてですね、ラ行が弱い人っていうのはこの滑舌自体が弱くなってしまいますので、この滑舌をぜひ体得してもらいたいですね。それで滑舌、まあね、これアナウンサーで言えば早口言葉ってよく聞きますよね。あれですよ、早口言葉。例えば私が一番多くやったのは、お茶立てさせたさも立てさせたし、これはラ行も入ってますし作業も入ってる。顎を動かして舌を動かさなきゃならないんで、大変な早口言葉なんですね、実はね。で、その他にもいろいろあります。隣の客はよく柿食う客だ、青巻紙、赤巻紙、黄巻紙、こういうものがたくさんあるんです。これはネット検索をしてもらうと出てきます、結構ね。最終的に行き着くところっていうのが、ういろう売りというものなんですね。拙者親方と申すはお立ち会いのうちに、これから始まってだいたいそうですね、4分半ぐらいですかね。ずっともうとにかく早口言葉みたいなもんです。滑舌の練習をするための最終的な手段と言えるかもしれませんね。このウイロウリに関しましては、このページの下に URL を貼っておきますので、そこにウイロウリ読み方も全部書いてありますので、参考にして練習していただきたいと思います。ただ一つ注意しなきゃいけないのは、ウイロウリというのは歌舞伎から来てるんですよ。で、歌舞伎のこの喋り方と、ここに書いてあるウイロウリの喋り方、若干違いがあるんです。これね、いろんなアナウンサーの学校でも教えてるんですけれども、ちょっとずつ違うんですよ。だけどこのちょっとずつ違うっていうのは気にしなくていいです。これ目的は歌舞伎役者になるためじゃなくて、アナウンサーになるだけですから、そのためにやるもんなんで、特にもう内容も正直言って理解しなくてもいいと思います。内容も理解せずに、とにかく何回も何回もこのウイロウリ練習しましょう。できればもう原稿見なくても読めるぐらいしておくといいかもしれないですね。それだけ滑舌っていうのは強くなると思います。はい、わからないことがありましたら、この下のコメント欄、ここに書いていただければお答えできると思います。さあ、そしてチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。2回目の今日は滑舌についてお話をいたしました。